第14回明治神宮国民連政大会は1943年から翌年にかけて開催された。選挙区の深刻化に伴い、地方の選手を中央に動員することに伴う生産力、輸送力の影響が大きいことから、主催の厚生省は開催の是非を含めて関係各省と協議した。六月十九日、厚生省は各地方上官に通帳し、 これまでの地方大会にあたる全国大会を11月3日に全国各市区町村において各職域の県民会や隣組の県民部を動員して全国一斉に行うことになった。さらに下期、秋期、冬期の中央大会と中央大会予選にあたる道府県大会を実施し、中央大会については選挙区の動向を睨らんで伸縮性を持たせて、 対応することになった。8月19日、大会総裁として、高松の宮信人新能を包帯することになり、同月21日22日に、下記大会が開催された。秋季大会は結局、従来の競技中心の総合大会をやめ、全大会までの地方大会にあたる、全国大会を11月3日に実施。中央会場の渋谷区会場から、 全国放送での号令で全国一斉体操が行われ、さらに全国の市区町村会場で集団体操や戦時訓練が実施された。11月7日、中央大会が明治神宮外苑競技場で開催。会場周辺の府県から一部の選手が出場し、代表的演技を行った。冬季大会は2月27日、新潟県長岡市有給産公園の 中央大会の他全国21府県にて一斉に行われた。周期大会同様に従来の競技中心を廃して集団訓練が中心の内容であった。朝日新聞昭和18年6月5日付夕刊第2面朝日新聞昭和18年6月30日付長刊第3面朝日新聞昭和18年8月20日付長刊第3面 朝日新聞昭和18年10月31日付長官、第3面。朝日新聞昭和18年11月4日付長官、第2面。朝日新聞昭和18年11月6日付有刊第2面。朝日新聞昭和18年11月8日付長官、第3面。朝日新聞昭和19年2月10日付長官、第2面。 朝日新聞昭和19年2月25日付長官第4面。朝日新聞昭和19年2月28日付長官第2面。ありがとうございます。